静岡に興味津々。海外出身の2人が静岡の魅力を再発見。アマンダ、ジークさん、今回もよろしく。ラ・ブラリー静岡。二人はみかんは好き？大好き。やっぱみかんはこたつで食べるのが一番いいよね。わかる。静岡県を代表する農産物だからね。しかも今健康に役立つ機能が注目されているの。今回はみかんの生産現場を訪ね、こだわりや美味しさの秘密を探ってね。オッケー。先月三ヶ日みかんが果物では全国初の機能性表示食品として出荷。みかんに含まれるベータクリプトキサンチンが骨の健康に役立つとされています。毎年3万トン以上を出荷する三ヶ日みかん、 JA 三ヶ日の出荷場では現在青島を出荷中。最先端の光センサーで一つ一つの糖度や酸などを瞬時に測定。この時期フル稼働で出荷しています。二人はみかん畑へ。うわーすごい、たくさんなってるね。今回お世話になるのはみかん生産者清水さん。5年前サラリーマンから農家に転身。現在両親とともにこだわりの三ヶ日みかんを育てています。甘みが濃くて日持ちもしっかりするものですから、もう甘みがギュッと詰まった美味しいみかんに仕上がっていると思います、うん、2人の収穫体験をさせていただくことに。ポイントは茎を長めに残して収穫、残った茎は後で切ります。最初からそのぺったんこに切れないんですか？ぺったんこに切っちゃうと膨らんでるのもあるもんですから、ここが傷がついちゃうんですよね。なるほど。どれでも取っちゃってください、はい、全部収穫時です。うわ美味しそう。続いてアマンダ。完璧ですね。完璧。こだわりとかってありますか？結果って言って実を夏場に落とすんですよ。え、なんでもったいない。いいものだけを特に良くしようっていう。手間かかってるんだよ。無事収穫終了。さてさて、取れたてのみかんをいただきましょう。そのお味は？うーん、甘いし程よい酸味が、ナイスバランスです。おいしい。おいしいですか？甘いだけだとちょっとね、そうですね、物足りないというか。そうなんですよ。酸味があるとスッと。僕のお家のやつ甘いやつばっかりなんでちょうどいい。常に美味しいみかんを作り続けて、三ヶ日みかんをより多くの人がファンになってくれたら、こんないいことはないかなと思って、うん、味、品質ともに自信あり。三ヶ日みかん、この冬ぜひ。ラ・ブラリ静岡は静岡県広報課がお送りしました。